北国新聞ニュースをお伝えします。北陸新幹線は今日、2015年の金沢開業から8年を迎え、金沢駅は平日にもかかわらず旅行客などでにぎわいました。北陸新幹線の利用客は開業8年目の今年度は利用客が一時コロナ前の半分に落ち込みました。しかし政府が去年10月に新型コロナの入国規制を緩和してから増加傾向にあり、11月以降はコロナ前の2019年に比べ8割から9割まで回復しています。金沢駅では開業8年を迎えた今日も、朝からキャリーケースを引いた観光客や修学旅行の生徒たちが訪れ、外国人客の姿も目立ちました。東京から訪れた34歳の女性は、石川と東京の行き来が本当に便利になった、友人との旅行を楽しみたいと頬を緩めていました。また大阪から来た36歳の女性は、来年春の北陸新幹線敦賀開業について、移動時間が短くなるならまた来年も北陸に旅行しようかなと延伸に期待していました。金沢開業に続く大きな節目、来年春の北陸新幹線敦賀開業に向け、金沢と福井のアイドルグループが開業を応援する新しいグループを結成しました。新しいグループは金沢市の西金沢少女団と福井県坂井市などで活躍するアミーガスが協力して結成しました。石川、福井両県が幸福度ランキングで上位に入っていることから、グループの名前はハッピーにちなんでハピハピに決まり、メンバーは10代と20代の合わせて12人です。ハピハピは今月19日に金沢駅もてなしドームで行われる敦賀開業1年前イベントに出演する予定で、11日には金沢市内で衣装合わせなどをしました。開業1年前イベントで披露するテーマ曲旅立ちの朝には、この駅からは君の住む街につながってるよなどの歌詞があり、夢や勇気を持って新たな場所へ向かう気持ちを歌い上げます。ハピハピは今後石川や福井でイベントやライブなどに出演し、地域の情報も発信していきます。西金沢少女団のマネージャーは、新幹線が開通した恩恵を受けた分一緒に盛り上げたいと話しています。その北陸新幹線の県内全線開業に合わせて、能美市は来年3月に金沢21世紀美術館で初の九谷焼キャラクター展を開催し、伝統工芸の魅力を発信することにしています。能美市の井出俊明市長は昨日の市議会で、能美に興味関心を持ってもらえるかが重要だ、イベントや情報発信を強化し文化の力で誘客すると述べ、九谷焼キャラクター展を開催する方針を示しました。キャラクター展は金沢21世紀美術館の市民ギャラリーを会場に、北陸新幹線の県内全線開業に合わせて来年3月5日から17日まで開かれる予定です。展示するのは地元作家などが手掛けた九谷焼のウルトラマンやサンリオ人気キャラクターのハローキティなどです。また JR 金沢駅ではデジタルサイネージで観光名所などを紹介し、駅を利用する人たちが能美市を訪れるよう促します。観光 PR は新幹線小松駅の観光交流センターや白山市のビジターセンターでも計画されています。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞文化部の竹本部長にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
北国新聞では各週の火曜日の文化面に、指揮者で OEK オーケストラアンサンブル金沢のアーティスティックリーダー広上純一さんのエッセイを掲載しています。タイトルはさすらいマエストロの独り言なんですが、どういった経緯で連載が始まったんでしょうか。はい、広上さんがOEK のアーティスティックリーダーに昨年つきましたけれども、その前に、広上さんの方に金沢での仕事が音楽家人生の最後 のご奉仕としてやりたいんだという思いを語っておられたもので、この機会にこういうちょっと思いを定期的に読者に向けてこう思いを届ける企画はいかがですかというちょっと提案しましたら、それは喜んでやりたいということで、決まった昨年の4月から始めています。このタイトルもそうですけども、この本当に国内世界を指揮者として飛び回っておられるので、こういうさすらいマエストロの その時々のつぶやきという思いでこういうタイトルで2週間に1回続けてます。そうですか。はい、エッセイでは広上さんがさまざまなことについて温かい口調で、語ってますよね。広上さんの父親が NHK の報道の記者だったということもありまして、最初の方でもご紹介しましたけれども、小中学校で合わせて6回も転校したという話から、現在も教授を務めてます東京音楽大学の学生時代の、いろいろ失敗した話ですとか、最近でいうと金沢で会った若者との交流ですとか、1月に新しい石川県立図書館で行った、OEK のミニコンサートまでと、本当に、幅広いテーマで綴っていただいております。はい、先月28日のエッセイではどういった文章が寄せられていますか。はい、この時は、オランダのアムステルダムで開かれましたキリル・コンドラシン国際青年指揮者コンクールに関する思いを記しております。この時は第1回の国際コンクールだったんですけれども、広上さんが初めてこう挑んだコンクールで、世界的指揮者として知られます富山雄三さんのアシスタントを外れて、まさに失職中の身でしたけれども、富山さんの推薦を受けて、コンサートに挑んだものです。コンクールにはどのくらいの人が参加したんでしょう。はい、ヨーロッパ勢を中心に、およそ、200人近く参加したそうです。広上さんは、一次審査は、通過するだろうというぐらいは思っていたそうですけれども、その前に、参加者がもう大勢になったもので、予備審査が行われることになって、20曲与えられた課題曲を、必死に練習して、現地審査に臨んで、でもう自分を信じてもうタクトを振り続けたそうです。でその結果どうなりましたか。はい、1週間かけて絞り込まれてましたけども、この20人余りの中に残りまして、さらにこう1次2次審査を経て、最終審査では広上さんを含む3人が選ばれました。で最終審査ではベートーベンの交響曲第8番などを指揮しまして、その結果優勝を果たしました。広上さんはこの時の出来事を、最高のこう、人生の春だったと、今の季節になぞらえて振り返っておりまして、それとともにまたある思いを抱いたというそうです。それはどういった思いですか。広上さんはこう、このお話してたんですけども、チャンスの神様という話をしまして、チャンスの神様にはその前髪しかないのではないかと思うと、でその髪も3本だけで、一生のうちにいつ訪れるかわからないこう3回のチャンスにその前髪をつかめるかどうかだと話してます。その結果、チャンスというのを感じたらもう結果は気にせずにもう前のめりになってこう全身全霊で挑むと、そういう姿勢が大事なのだろうと記してます。でそのご自身を振り返って、
指揮者としてのこう首の皮がつながった、まあ、学生時代の民音指揮者コンクールの入賞が1本目だとしたら、コンドラ新コンクールの優勝が2本目の紙で、最後のその紙の3本目を掴むために今、まあ、金沢に自分はいるのではないかというふうに話しております。そうですか。これからのエッセイもますます楽しみになりました。はい、ここまでニュース解説、北国新聞文化部の竹本部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。 ありがとうございました。北国新聞政経懇話会3月例会が昨日、金沢市内のホテルで開かれ、元総理大臣の野田佳彦氏が、G7 では日本が東アジア情勢を取り上げ、欧米の関与を強く求めるべきだと述べました。野田氏は北国新聞の連載、総理が語るのレギュラー陣の一人で、政経懇話会では、内外情勢についてをテーマに講演しました。講演の中で野田氏は、ロシアのウクライナ侵攻のような力による現状変更は東アジアでも起こる可能性があると指摘しました。その上で、今年5月の G7 広島サミットでは、議長国として日本が東アジア情勢を取り上げ、リスクを軽減するために欧米各国の関与を強く求めていくべきだと述べました。このほか野田氏は、政府が数字をぼかすことに危機感を感じていることや、岸田総理大臣が打ち出した異次元の少子化対策は必要だという考えも示しました。加賀市山中温泉にある大正時代の無限庵御殿が改装され、結婚式場としても活用されることになりました。無限庵御殿は加賀八家横山家ゆかりの建物で、県指定の文化財になっています。木造建築の粋を集めた御殿は、これまでも成人式の前撮りやコスプレイヤーの撮影に使われてきましたが、無限庵御殿を管理する公益財団法人無限庵は、コロナ後の結婚式の需要回復を見込み、今年1月に新館を改装しました。改装したのは休憩所で、これによって会食に活用できるスペースが誕生し、普段はカフェとして使う一方、屋敷を使った撮影と組み合わせた結婚式も提案することにしました。今月12日には改装後初めて婚礼の前撮り撮影会が行われ、撮影を依頼した26歳の男性は、格式の高い場所で気も引き締まると笑顔を見せました。無限庵の代表理事、前畑秀樹さんは、若い世代が文化財の良さに触れるきっかけになってほしいと話しています。杜の都少年少女合唱団のミニコンサートが開かれ、団員たちが澄んだ歌声を響かせました。おとといのコンサートは北国新聞20階ホールで開かれ、年長児から高校生まで杜の都少年少女合唱団の団員18人が出演しました。団員たちは映画アナと雪の女王の楽曲氷の心から祭り歌につながる和洋のメドレーや、ジブリの名曲などミュージカルや合唱曲10曲を披露しました。演目には合唱団で歌い継がれる大切なものの発表や、国際声楽コンクール東京の準本選入賞者の読唱などもあり、大きな拍手が送られていました。加賀市山中温泉の子どもたちが山中節や獅子舞など地域に伝わる芸能を楽しみました。この催しは加賀市山中児童センターと山中節伝承文化会がおととい開き、およそ200人が集まりました。催しではセンターの教室でリズムダンスを習う7人が新山中節を踊ったほか、地元の青年団も獅子舞を披露しました。子どもたちは地域に伝わる芸能を鑑賞したり、センターのプラネタリウムを利用したりして楽しい休日を過ごしていました。今回の催しでは、地元の小中学生が取り組む
ボランティア山中っ子の活動も紹介されました。